アラバマ州の軍配置図アラバマ州の軍一覧は、アメリカ合衆国アラバマ州内の軍の一覧である。アラバマ州内には67個の軍がある。各軍はその領域内で、地方レベルの政府として機能している。現在の宗教で囲まれている地域は、順次、アメリカ合衆国に追加されてきた。アメリカ独立戦争の後、西フロリダは条約により、スペインに割譲されたが、 残りは当初ミシシッピ巡州として組織化され、後にアラバマ巡州となった。巡州議会が最初期の軍をいくつか設立し、1800年6月4日に設立した第1号であるワシントン軍などが今日まで続いている。1814年、ジャクソン取りデ条約により、土地がアメリカ人開拓者に解放され、それがさらに多くの軍設立につながった。 1819年、アラバマはアメリカ合衆国22番目の州に昇格した。インディアン移住法が有効となり、開拓者が州内各地域に入ると、衆議会がインディアンの領土だったところに、さらに軍を設立した。1820年には軍の数が29だった。1830年にはこれが36となったが、 まだインディアンが北東部と最西部の広大な領域を支配していた。1840年までに49軍となり、1850年で52、1870年で65、1903年に現在の67軍となった。1903年2月9日に設立されたヒューストン軍が最新の軍となっている。 2010年国勢調査によると、67軍の平均人口は7万1399人である。ジェファーソン軍が65万8466人で最大、グリーン軍が9045人で最小である。陸地面積の平均は756平方マイルである。ボールドウィン軍が1590平方マイルで最大であり、 エトワ軍が535平方マイルで最小である。アラバマ州憲法では、軍の最小面積を600平方マイルと規定しており、事実上新軍の創設を制限している。可表は、アルファベット順である。ありがとうございます。